街角魚津をご覧の皆さん、こんにちは。市役所総務課防災係の一瀬です。昨年の7月19日から20日にかけての豪雨から今月で1年が経ちます。あの豪雨災害を忘れないためにも、7月19日から20日の豪雨について改めて説明したいと思います。昨年のような豪雨は近年全国各地で発生しており、魚津市でまたいつ発生しても不思議ではありません。そこで今回はぜひ住民の皆様に確認しておいてほしい魚津市洪水ハザードマップについてお知らせします。まず昨年の豪雨を振り返りましょう。平成26年7月19日土曜日午後9時37分に大雨洪水警報が発表されました。その後雨は弱まることなく、午後10時54分からの1時間で約83ミリもの雨が降りました。また19日午前7時から20日の午前7時までの24時間では252ミリの雨が降りました。この1日の雨量はなんと7月の平均雨量とほぼ同じ雨量であり、1時間あたりの降水量とともに魚津市観測史上最大の雨量でした。この雨はバックビルディング現象という現象によって引き起こされたものでした。バックビルディング現象とは、通常1時間ほどで消える積乱雲が風などの影響で同じ場所で何度も発生し続ける現象を言います。雨を降らす積乱雲が発生し続けたため、強い雨が魚津市に降り続きました。この現象は全国どこでも起こると言われており、またいつ起こるか予測できないと言われています。この豪雨により建物への浸水や道路、農業施設など市内全域において多くの被害が発生しました。特に東山地内での土砂災害や日吉内での市道の被害は大きく、現在も災害復旧工事が進められています。ここで当日の様子を紹介します。これは中央通りの写真です。道路が雨によって川のようになっています。同じように北陸電力魚津支社の北側も道路が川のようになっています。この状況での避難は大変危険です。人は膝くらいの水の深さでは歩くことが難しいと言われています。大雨になって水の流れが速くなった中を歩いて避難することはとても難しく、また大きな危険を伴うことは想像できると思います。当日は小学生の膝ぐらいまでの水の深さがありました。小さな子供が歩いて避難すると水の勢いで流されてしまう危険性があったということがわかります。一方こちらは後日撮影した東山神社の様子です。東山神社が土砂によって流され崩れてしまっています。土砂の勢いは想像以上に強く、木造の家なら簡単に壊れてしまいます。この土砂災害は夜中に起きましたが、土砂災害の危険を感じた付近の住民の皆様がいち早く避難し、幸いにも人的被害はありませんでした。このような多くの被害をもたらした昨年の豪雨でしたが、普段からどういった備えをしておけばよいのでしょうか。最も大切なことは、大雨による災害が発生する前にどの地域で川の水が溢れやすいかを前もって知っておくことです。雨が降る前に水の溢れる場所なんかどうやって調べるんだと思った方もおられるかもしれませんが、一目でどの地域で川の水が溢れやすいか分かりやすく示されている洪水ハザードマップというものがあります。魚津市洪水ハザードマップは、大雨によって川が洪水になって堤防から溢れたり、堤防が壊れたりして川の水が流れ出した時を想定して作られています。またどの範囲にどれくらいの深さで水が流れ出すのかを色別に表しています。さらに皆さんが避難する避難場所なども
地図上に示してあり、大雨による災害への備えや災害が起こった時の避難に役立ちます。この魚津市洪水ハザードマップは平成20年に皆様のご家庭に配布させていただいております。なお、魚津市洪水ハザードマップは魚津市ホームページからも見ることができます。家の中でもいつでも目につく場所に貼り出して、ご家庭の皆さんで実際に洪水が起こった時を想定して話し合ってみてください。ぜひ洪水ハザードマップを活用してください。防災に関するお問い合わせは市役所総務課防災係電話番号231078までお願いします。以上、総務課防災係からのお知らせでした。